で演技役を務めさせていただきました守屋さとみです。お疲れ様です。今回も前作に引き続きエミちゃんを担当させていただけて本当に嬉しいです。嬉しいんですがこのコープスパーティーの台本はうちで台本チェックをしている時からもう怖くて怖くてあらゆる音にもう敏感になっちゃってそんな状態だったんですけれども、さらになんか今回台本読んでたら別の方のセリフでなんかあれだけあいつが釘刺してたのに俺はみたいなセリフがあったんですけど、釘刺すみたいなそういうところにまでなんかヒーみたいななんか全然関係ないところにまでビクビクしながら台本を読んでおりました。はい、収録を終えてですね、エミちゃん以外にもりょうくんとあとカンナちゃんと演じさせていただいたんですが、いやーもうエミちゃんは特に叫びまくりました。本当にもう今まで叫んだことがないぐらい叫びました。はい、あとこれでもかっていうぐらい幽霊で笑いました。なんかどっちもエネルギーが必要なんだなって改めて思いました。はい、楽しく演じさせていただきました。ぜひぜひこれを聞いてくださってるっていうことはですね、作品をやってくださったのかな、これからかな、わからないんですけれども、はい、ぜひ恐怖を楽しんでください。はい、ありがとうございました。